ニューヨーク市地下鉄後系統は、ニューヨーク市地下鉄 A ディビジョンの運転系統。カラーは緑で、ブロンクスでは、IRT ダイヤアベニュー線、ホワイト、プレーンズロード線、ジェロームアベニュー線、マンハッタンでは、レキシントンアベニュー線、ブルックリンでは、イースタンパークウェイ線、ノストランドアベニュー線、ニューロッツ線を経由する。レキシントンアベニュー線を通る、緑シンボルの三つの系統の一つで、 4系統とともに、マンハッタンうちで、急行運転が行われる。ブロンクスのイーストチェスター、ダイアーベニュー駅からマンハッタンを経て、フラットブッシュアベニュー、ブルックリンカレッジ駅を結ぶ運転が基本となる。ブロンクスうちでは、朝の南行きと、夕方から、夜の初めの北行きは、東180丁目駅3番街マイナス149丁目駅間の途中駅を停車しない運転が、 行われるまた一部列車は、ネレードアベニュー駅を発着する。ブルックリン内では一部の列車は、フランクリンアベニュー駅よりメインルートから外れ、クラウンハイツ、ユーティカアベニュー駅を発着する。朝ラッシュ時には北高のミニューロッツアベニュー駅発の列車が運行されている。また、朝6時台の北高1列車のみ、クラウンハイツ、ユーティカアベニュー駅。 フランクリンアベニュー駅間で各駅に停車する。平日夜間と週末はブルックリン内では運転されず、マンハッタンのボーリンググリーン駅北の運転となる。また深夜はイーストチェスター、ダイアアベニュー駅東180丁目駅の折り返しシャトル運転となる。平日昼間は7から8分間隔、土休日ピルマは12分間隔で運転されている。 1930年4月28日にニューヨーク市地下鉄後系統が開通された。以下の表は後系統が走行する区間を示している。ありがとうございます。